山形市選手校135周年記念式典が1日、山形市中央公民館で行われました。これからの新しい施策の展開と、山形の良き伝統文化の継承により、さらに魅力ある県と山形市を築き、次の時代へとつなげてまいります。今後とも市政発展に向け精進を怠らないことをお誓い申し上げまして、本日のお礼の挨拶といたします。式典では功労者として表彰を受けた大賀裕子さんの記念講演も開かれました。昨日まで行ってた韓国では